はい、何ですか。自分で撮っても人に撮ってもらっても写真写りが良くないのですが、写真写りが良くなる方法があれば教えてください。僕もね、デビューしたての頃って写真写り良くなかったんですよ。なんかどう撮っていいか分かんなかったりとか、顔がこわばったりとかするので、まあ、うまくこう力が抜けるようになるまではもう本当ね、撮られ慣れるしかないですよね。デビューしたばかりの人あるあるで、カメラマンさんにこういっぱい撮ってもらって、10枚中もう本当に1枚とか2枚ぐらいしかいいカットがないみたいな。あと全部なんか半目だったりとか、口を半口開けてるとか、なんかそんな感じなんですけれども、だんだんそれがね、本当なんか慣れてくるんですよね。撮られ慣れていくと、もう10枚中使いが8枚だったり9枚だったりっていう風になってくるんですよね。こればっかりは不思議なんですけれども、でも動画もね一緒で、写真って本当にその一瞬一瞬だけど、動画ってもうずっとずっと流れてるんで、その動画写りも良くなるためにも、やっぱそのね、やっぱ撮られ慣れるのが一番大事ですかね。力入るとダメですね。まあ奇跡の一枚でもいいんじゃないですか。何枚も撮ればいいんですよ。以上です。